西側諸国はウクライナへの支持を強化。西側諸国、特に米国と英国はウクライナへの支持を強化し、ウクライナがロシアに対する攻撃を行う際に西側の兵器を使用することについて規制の緩和を検討しています。さらに米国はウクライナの NATO 加盟を強く後押しする姿勢を見せています。9月12日付のワシントンポスト紙によると、米国と英国は、ウクライナからの提案に迅速に対応し、ロシア領内への攻撃に西側の兵器を使用することについての規制を緩和する準備が進められています。この決定は、米国のアントニー・ブリンケン国務長官と、英国のデイビッド・ラミー外務大臣が9月11日に、キエフを訪問した際の出来事を背景に行われました。彼らはポーランドから9時間の列車移動を経て、ウクライナの首都キエフに到着し、現地の状況を直接確認しました。ブリンケン国務長官はキエフでの演説で、米国は戦況の変化に合わせて柔軟に対応する準備ができていると述べ、ウクライナへの支持を継続する方針を強調しました。さらに彼は米国が戦争開始以来状況に合わせて政策を調整してきたと説明し、今後もこのアプローチを維持すると述べました。また英国の提供した長距離ミサイルストームシャドウについてガーディアン紙は、ウクライナがこのミサイルを使用してロシア領深くまで攻撃を行うことが許可されたと報じています。これまでもウクライナは同じミサイルを使い、2014年にロシアに併合されたクリミア半島の軍事施設を攻撃したことがありました。ホワイトハウスもまた、米国供給の兵器を使ってロシア領内を攻撃することを許可する方向で最終調整を進めていると報じられています。ポリティコ紙によれば、ホワイトハウスは共和党と民主党の議員からの圧力を受けており、ウクライナへの支援を強化するために米国製の兵器使用に関する制限を緩和することを検討しています。米国のこのような支援強化の動きに対し、ロシア側は強く反発しています。9月11日、クレムリンは、もし米国がウクライナによる米国製ミサイルの使用制限を緩和すれば、適切な対応を取ると警告しました。ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は、この動きは心理戦に過ぎず、ロシアの方針を変えることはないと述べたものの、米国やその同盟国にとってはリスクが高まるだろうと指摘しました。さらに、元クレムリン顧問のセルゲイ・カラガノフ氏は、ロシアに対して核抑止力がもはや十分ではないため、核ドクトリンを見直すべきだと主張しています。この意見はロシア国内で議論を呼び、国際社会にとっても大きな懸念材料となっています。一方で米国はウクライナの NATO 加盟を進める決意を新たにしています。ブリンケン国務長官は9月11日のキエフでの記者会見で、ウクライナの NATO 加盟への道はもう後戻りできないと明言し、ウクライナが NATO に加わる方向で着実に進んでいることを確認しました。ウクライナの NATO 加盟に向けたこの動きは、NATO 史上初めて設置されたウクライナ支援のための司令部が運用を開始したこととも関連しています。ブリンケン氏は全てが進展していると述べ、ウクライナが必要な改革を続けることが重要だと強調しました。米国と英国によるこのような支援強化の動きは、ウクライナとロシアの対立をさらに激化させる可能性があり、今後の国際情勢に大きな影響を与えるでしょう。ウクライナの謎の新型ドローンパラニがロシアの航空基地を狙う。
ウクライナとロシアの戦争は新しい技術を駆使した兵器の開発競争がますます激化しており、その中でも注目を集めているのがウクライナが開発した最新の長距離兵器パラニアです。この兵器はウクライナのゼレンスキー大統領が8月末に初めて戦闘に使用したことを発表して以来、世界的な関心を呼んでいます。特にロシア軍の航空基地や軍事目標に対して効果的に使われたことが報道され、ウクライナにとって非常に重要な戦力として評価されています。ゼレンスキー大統領によれば、パラニアはロシア軍の航空機が地上にいる間に攻撃を仕掛けるための兵器で、その目的は敵の航空機が離陸する前に破壊することです。ウクライナ国内ではこの戦略が車種を倒す戦略として広く支持されており、実際に顕著な成果を上げています。8月22日にはロシア南西部のボルゴグラード州にあるマリノフカ航空基地がパラニアによる攻撃を受け、衛星画像の分析結果では複数の戦闘爆撃機が破壊、もしくは損傷したとみられています。これによりパラニアはウクライナ国内外で大きな話題となり、ウクライナの防衛戦略の柱として注目されています。パラニアという名前はウクライナの伝統的なパンの一種に由来しています。このパンはウクライナの文化やアイデンティティを象徴するもので、アメリカでアップルパイが国民的な食べ物とされるように、パラニアはウクライナの誇りとされているのです。さらにこの単語はウクライナ語話者でないと発音が難しいため、戦争初期にはロシアのスパイや破壊工作員を見分ける手段としても使われていたというエピソードもあります。パラニアという名称が選ばれたのは、米国製のエータクムスや英国製のストームシャドウといった外国製兵器とは異なり、この兵器が純粋にウクライナ国内で開発されたことを強調するためです。ウクライナはこの国産兵器を自由に使用でき、外国の許可を必要とせず、ロシア国内の目標に対しても使用可能であることが強みです。ゼレンスキー大統領が公開した映像によれば、パラニアはロシア国内の20カ所に及ぶ航空基地に到達する能力があるとされ、少なくとも 600km の射程を持つことが確認されています。これに加え、ウクライナはすでに 1600km 以上の飛行能力を持つドローンをいくつか保有しており、パラニアもそのような長距離攻撃ドローンの一つとして期待されています。ウクライナの防衛産業は非常に活発で、多くの種類の攻撃ドローンを生産しており、アナリストの H.I. サットン氏によれば、ウクライナはこれまでに24種類以上の長距離攻撃ドローンを確認しているとされています。パラニアもその中に含まれるものの、その性能や特徴から特定のニッチな役割を担う新型兵器とみられています。パラニアはターボジェットエンジンを搭載していることが明かされていますが、その具体的な大きさや速度については機密事項とされています。しかし、このターボジェットエンジンにより、パラニアは非常に高速での攻撃が可能であり、航空機が離陸する前に破壊できる能力を持っています。パラニアがドローンなのかミサイルなのかという点については議論が分かれています。ウクライナの元戦略産業大臣オレクサンドル・カシ氏は、地元メディアに対して、パラニアはドローンでもありミサイルでもあると述べており、その定義が曖昧であることを示しています。歴史的には、第二次世界大戦中にドイツが開発した V1 飛行爆弾が巡航ミサイルともドローンとも呼ばれ、その名称や定義が時代や技術的な背景に応じて変化することはよくあることです。一般的にドローンは遠隔操作が可能であり、ミサイルは発射時に目標を固定する必要がありますが、
アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの最新型では、飛行中に目標を再設定することも可能です。このようにドローンとミサイルの境界線はますます曖昧になってきています。パラニアの攻撃能力と戦術的意義。ターボジェットエンジンを搭載したパラニアは特に高速攻撃に適しており、ウクライナが追求する車種を殺す戦略において大きな役割を果たすと期待されています。特に航空基地を攻撃する際には速度が重要な要素となります。例えばマリノフカ航空基地を攻撃した際、ロシア軍はドローンの接近を探知し、航空機を迅速に避難させましたが、もしパラニアがさらに高速であれば、より多くの航空機が破壊された可能性があります。ウクライナによるロシアへのドローン攻撃は、主に石油やガスの貯蔵施設、製油所といった戦略的施設を狙っており、ロシアの石油産業に少しずつダメージを与えています。これらの施設は移動できないため、ドローンの速度があまり重要ではない場合もありますが、航空機が標的の場合にはその限りではありません。ウクライナのドローン開発は国内外からの注目を集めており、リトアニアはパラニアの生産に対して1000万ユーロ、約16億円の支援を決定しました。この支援により、ウクライナはさらなる兵器開発を進め、ロシアに対する攻撃能力を強化していくことでしょう。総じて、パラニアはウクライナの新しい国産兵器として、その技術的な革新性と戦術的な優位性でロシアに対抗し、戦争の行方に大きな影響を与える存在となると期待されています。この兵器は、ウクライナがロシアに対して打ち出す新しい戦略の象徴であり、今後の展開においても目が離せません。